皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。井上が黒フォードを上回った理由。リング氏の PFP1 に返り咲きました皆さんの応援のおかげです。いつも応援ありがとうございます。写真、井上直也 VS 練り戦でもラウンドガール雪平里沙フォトギャラリー。井上直也、大橋、が SNS 上で残したそんな言葉が、パウンドフォーパウンド、PFP、 ランキングでトップに立つことの意味と価値を物語っている。アメリカ最大手のリングマガジンは5月9日、全階級を通じて最も優秀なボクサーを選出する PFP ランキングを更新。同6日に東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級四冠の防衛戦で、ルイスネリ、メキシコを6回 KO で粉砕した勝利が評価され、 モンスターは約2年ぶりにランキングのトップに立った。2019年秋以降、同ランキングの選定委員、パネリストを務める筆者も、井上が1位になるべきだと考えた。チェーンメールで行われる選考会議中、スーパーライト級、ウェルター級の4団体統一王者テレンス・クロフォード、アメリカよりも井上が上に行くべき理由として、こう主張した。 去年の7月、クロフォードをわずかに井上の上に据えたが、以降、クロフォードは一度も試合をしていない8月に次戦が決まったが、その間、井上は質の高い相手に2度も勝利した。井上を昇格させる十分な理由だ。アクティビティ、試合頻度に感謝したい。未だに勘違いされがちだが、TFP は、体重が同一と仮定したら誰が一番強いかを決めるランキング。 ではなく、全階級を通じて誰が最も優秀なボクサーであるかを経歴と表層上の戦力評価で定めるランキングである。いわばレジュメの比べ合いスポーツは常に相手次第でありどれだけ強い勝ち方をしても対戦相手の質が伴わなければ基本的に高評価はされない。ランキングの上位を守るためには定期的に上質な勝ち星を重ねる必要もある。 米スポーツ特有の WhatHabEU レートリー最近何をやったのかは PFP 選考でも重視される傾向にあり最新の勝ち星はもちろん重要である昨年7月エロール・スペンス・ジュニアアメリカとの PFP トップ5対決で完勝したクロフォードのパーフェクトなボクシングは見事だったその時点では直前に無敗のスティーブン・フルトンアメリカ を蹴散らした井上上よりももクロフォードをにに据えるという判断に誰もが納得しただ、ろうただ両者の実力、実績はこう落つつけがたいのも事実だった。そして、スペンス戦後、クロフォードが試合を消化しないまま1年以上もトップを守り続けるのは妥当と思えなかった。クロフォードが SNS でのみ存在感を発揮している間、マーロン・タパレス、フィリピン。 ネリという階級のトップ選手たちを KO した井上の精力的なレジュメは好感が持てる。それでもクロフォードが1位のままでいることを支持した選者はいたが、他のパネリストたちも多くが似た意見だった。最終的には今回投票した11人のパネリストのうち8人が井上を支持。試合の頻度以外にも、ネリ戦の初回にダウンを喫した後との適応能力。 強烈な KO を生み出し続けるインパクトも高く買われ、比較的にあっさりと井上の1位浮上が決まった。1位の期間はかなり短くなる。こうして多くの関係者から支持された井上の王座帰り咲き。日本ボクシング界の最高傑作は現在、世界最高のモンスターとして確立したと言ってもいい。しかし一方で、リンガマガジンのシニアエディター。 ブライアン・ハーティ氏がこう記していたことは見逃せない。ナンバーワンでいられる期間は今回も短くなるかもしれない。それでも井上は1位に据えられるだけの価値があると私も思う。井上はノニトドネアフィリピンとの再戦を2回 KO で制した直後、2022年6月に日本人初となるリングマガジンの PFP1 位を達成。 ただ、8月下旬には2位に下がり、王位は約2か月強と、短命に終わっていた。その時と同じように、いや、今回はその当時以上に落ちるのは早いかもしれない。2年前、井上が2位に下がる直接的な理由となったのは、元クルーザー級の世界4団体統一王者であり、現 WBA、IBF、WBO 世界ヘビー級王者オレクサンデルーシク。 ウクライナが全3団体統一同級王者アンソニー・ジョシュはイギリスとの再戦を2対1の判定ながら明白な勝ちを飾ったことだった。ウシクは過去11戦中10戦を相手の敵地で勝ち抜きクルーザー級ヘビー級を制した史上最高のロードウォリアー。工業的な A サイドが圧倒的に優位なボクシングの常識を覆すような存在である。 TFP ランキングでは昨夏、キャリア最高級の白星を挙げたクロフォードと井上に抜かれたものの、依然として3位の高位置につけている。世界ヘビー級の3冠を保持するウクライナの剣豪は、現地時間5月18日、サウジアラビアで WBC 王者タイソン・フューリー、イギリスとの4団体統一戦に臨む。直前の予想では、 サイズなどで上回るフューリーがやや優位という見方が多いようだ。とはいえ、サウスポースタンスからの確かな技量と勝負度胸で多くの難敵を下してきたウシクは、決して侮れない。ここでウシクがフューリーの壁をも破り、クルーザー級に続いてヘビー級でも史上初の4団体統一王者になったら、それはとてつもない偉業である。もちろん試合内容次第ではあるが、 フューリー撃破後の牛久が歴史的秀夫と再評価され、TFP でも改めて1位に押される可能性は高そうだ。クロフォードもついに8月に試合、また、36歳になったクロフォードも沈黙を破り、8月3日に次戦が決定している。40戦全勝、31KO の3階級王者は、復帰戦でさらに階級を上げ、 WBA 世界スーパーウェルター級王者イスラエル・マドリモフ、ウズベキスタンに挑戦。ここでも快勝して4階級制覇を果たしたとすれば、その勝ち星は PFP 選考委員会でも話題になるに違いない。井上、クロフォード、ウシクの長敗レベルの争いは続いていく。現在、我が世の春を謳歌する井上も、週明けには PFP ランキングで2位に。 8月上旬には3位に落ちても不思議はない。こんな階級を超えたバトルを、ファンも楽しんでいるだろう。現在の PFP トップ3、4位のサウル・カネロ、アルバレス、メキシコ、まで含めた4人は、いわゆる、ウォールタイム・グレート、歴史的ヒデオ、として称されるべきスーパーボクサーたち。前述通り、WhatHubU 弾レートリー、最近何をやったのか。 も重要な要な素であることを考慮すればランキングトップの変動は続くのかもしれない。それほど激しい世界最強争いの一角に日本人選手が食い込んでいることを喜ぶべきだ。ランキングがどう移り変わろうと私たちが今後世まで長く語り継がれる日本人ボクサーの戦いを見られていることは間違いないのだから。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。